診療山本周五郎無事な長屋四、中富坂の長屋へ着くちょっと前にすっかり雲に覆われて雷が鳴り出し砂浜の住居へ入る途端に激しい夕立が降り出した。 兵はわらじを作っていたが、のぼるを見ると、それを放り出すようにして立ち上がったなり、養生所へ向かいをやったところだと言った。さあちが吐血したものですから。和平は傘を出しながら言った。使いのものにお会いでしたか。いや、よそへ回っていたのだ。と言って。 のぼるは紙包みを自閉に渡した。これを新出さんから頼まれてきた。自閉は傘を下に置き、黙ったまま両手で押しいただいて受け取り、仏壇の中へしまった。それから萌合傘で路地へ入り、ドブ板を踏みながら佐八の家へ行った。その一帯は、 土地が急に低くなっているため強い降りになるとたちまち水が溢れる小石川堀へ通ずる大溝への刷毛が悪いからその時もわずかな間にドブ板が浮きかかっており長屋の女房たちが土砂降りの中で勇ましく刷毛口の人海をさらっていた左八の住居は もと離れていた元はそこも長屋だったが7年ほど前に崖崩れがあって潰され端にあった1軒だけが残った崩れた土が多量なので家主は建て直すことを断念したが佐八は自分で手を加えその残った1軒だけを切り離して住めるようにしたのだという。 七年の間に崩れた土の多くは水で現れ今ではほとんど平らな空き地になっているため家主はまた長屋を建てる気になったそうでそこへは古材木が運び込まれているし地ならしも始めているということであった佐八の住居には治兵の妻のおことがいた よよ。く眠ってますよおことは昇に挨拶してから亭主にそうささやいた時々おかしなことを言うけれどきっと熱のために言う上事でしょう苦しいのは治まったようですよ先生はよそへ回っていらしたんだと治兵衛は座りながら言った使いが戻ったら先生はいらっしゃったと言ってくれ その傘を差していったら、すぐに一本届けといてくんな。おことが出ていった途端に、真上の空で、つんざくような雷が鳴り、おことの悲鳴が聞こえた。家全体が振動したような感じで、自兵は戸口へ飛び出していき、路地の向こうを覗いてみた。何事もなかったのだろう。 子供みてえなやつだ。と、つぶやきながら戻ってきて座った。のぼるは病人を眺めていた。いっときばかり前ですが、と、治兵衛が話し出した。うちのかかあにかゆを持たせてよこすと、ええ、きのうの昼から寝ていたんで、かゆをこさえて持ってこさせると、そこの仕事場で倒れていたんだそうです。 六畳と二畳の住居にくっつけて三坪ばかりの板敷きの仕事場があるさはちが自分で作ったのだろう天井もない板壁の掘立小屋のようなもので車の矢を作る材料や道具類が一枚敷いた薄べりの周りに散らばっていたお箏が来た時 さはちはそこに倒れたままうめいており、いたじきに血が流れていた。おことの知らせで慈恵が駆けつけ、寝床へ入れるとまたかっけつした。金だらいへ半分も吐きましたよ。慈恵は声をひそめていった。抱いているこっちも吐きそうになりました。私はてっきり。 これで一万ちまうもんだと思いましたよ。佐八がふっと目を開いた。おなか。と言って佐八はあたりを見回した。おなか。どうして来たんだ静かなはっきりした声であった。別れたかみさんです。とじ兵いが昇にささやいた。 十七八年も前に別れたんですがねえー、おなかという名前でしたよ。佐八の目は一点で止まった。来なくってもいいと佐八はまたはっきりした声で言った。もうすぐに俺も行く。もう間もなくだからな。ああそうだとも。 もうそんなに待たせやしないよ。彼は微笑しながらそこにその人がいるかのように優しくうなずいてそしてまた目をつむった。治平は昇の,の顔を見た。上事だと昇は言った。死ぬ病お人はよくこんなふうな上事を言うもんです。 自兵がささやいがた。「だが私はこれを今死なせたくないどんなことをしてももう一度丈夫にしてやりたいこの左八はまるで神か仏の生まれ変わりのような男だったんですよ」「私もつい四五日前に知ったのだが」と治兵は腕組みをし声を潜めて語った。 佐八が長屋の人たちのために稼いだものを惜しげもなくやっているということは前にも聞いた。自分はまるで着るものも着ない酒はもちろんたばこも吸わず食うものさえ詰められるだけ詰めそうして余しただけを全部隣近所の困っている家族に貢いだ。この事実は 長いことわからずにいた。この無地な長屋のような極貧者の集まるところでは長く定住するものはまれで3年もたつとすっかり顔ぶれが変わってしまうくらいである。佐八のしたことが長い間知れなかったのも佐八が固く口止めをしたのと貢がれた相手が 次々に去ってしまったからだろう。五年前に佐八が病んで倒れた時初めてそれが治兵衛の耳に入った私はその時ほどほどにしろと言ってやりました。治兵衛は言った自分が病んで倒れるまで人にしてやるバカがあるかほどということを考えろと。 と鳴りつけまし左八はすまないと謝ったそうである彼を倒したのは老害であったが医者にかかろうともせず10日ばかり寝ると起きて仕事を始めた彼は治兵に向かってこれからは迷惑をかけないように気をつける自分の身のことを考えるから 約束したが実際にはその約束を少しも守らなかった病状が思わしくないので自兵が無理に居城の診察を求めたところ居城から厳重な養生を命じられたところがです自兵は組んだ腕を解き両手を膝へ突き立てながら行った つい四五日前に分かったんですが、相変わらず人に貢いでいる。需要になるものをこれこれと、新出先生から金をいただいているので、薬と一緒にきちんきちんと、かかあに届けさせました。一度にやっては安心ができないので、一日分ずつ届けさせたんです。これなら大丈夫だろうと思ったんですが、聞いてみると、 それも人にやっていたんです。米も魚や鳥や卵など、おまけに薬まで人にやっていたんだそうです。薬までもですよ、先生。地兵のの潜めた声が怒りのために震えた。なんと言いようがありますか。私はのぼせ上がるほど腹が立って。 いきなりここへどなりこみました。のぼるは病人の顔を眺めていた。いったい何のためだろうサハチのげっそりと骨だった顔を眺めながら、のぼるは心の中でそうつぶやいた。サハチのしたことは蒸気に外れている。思いやりが深い。などという性分だけでは。 そこまで人に尽くせるものではない。自平は神か仏の生まれ変わりのようなと言ったが登にはそうは思えなかったもっと現実的なむしろ人間臭い何かの理由があるのではないかというふうなものが感じられたのであったはちが深い吐いをつき また目を開いた。をい血の毛を失った白い唇に微笑が浮かび誰かに向かってうなずいたきれいだうんサハチは今度もはっきりした声で言ったお前はきれいだそのえくぼが何とも言えないよおなか こっちへおいで。そして突然、サハチの顔に恐怖の表情が現れた。骨だった方がこわばり、大きく目を見開き、白く乾いた唇が震えて、歯が現れた。その子。サハチはしゃがれた声でうめいた。いけない。 その子はいけない。この子を見せないでくれ。その子をそっちへやってくれ。そっちへ。佐八は固く目をつむってあえいだ。その時、裏の空き地の方で、けたたましい叫び声と、狂ったように犬の吠え立てるのが聞こえた。この間に雷は去り。 雨も上がっていて裏の叫び声の中に「骸骨だ!」という言葉がはっきりと聞こえた。治兵はそっと立ち上がった。